国道378号は、愛媛県伊予市から、八幡浜市を経由して、宇和島市に至る一般国道である。伊予市役所前、伊予市名田町 JR 四国、伊予市駅前一般国道の路線を指定する政令に、基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。伊予市から、八幡浜市の国道197号交点との間輪に車線路が確保されている。 伊予市ン地区にあるヘアピンカーブによるトラック事故を回避するため改良工事が進行中である。工事手法等は国道317号の項を参照。国道指定当初は他の国道同様に走行しながら離合できない区間が大半を占める悪路であったが、1990年代に伊予灘沿いに海岸を埋め立てて別線を作る改良工事が完了し、 快適なドライブルートとなった。この区間には、夕焼け小焼けラインの愛称がついている。なお、伊予市から大須市長浜地区までは、JR 四国の予算線と並行しているが、改良工事によって、下名田駅が日本一階に近い駅ではなくなってしまっている。佐田三崎半島を前に道は内陸に入り、小前が峠バイパスで、八幡浜市街に入る。この区間は、 ヤワタハマ市外の国道197号の渋滞、大津市内の国道56号の渋滞を回避し、犬や鳥リ峠を通過しなくて良いことから、伊方町方面よし、松山市方面を一般道経由では、最短で結ぶルートでもある。一方、1993年に編入されたヤワタハマ市外以南の区間は、上海沿いに集落をつなぐ道路であり、改良も道半ばで、 全景不良、脅哀な区間が多い、俵津田松トンネルトンネル道の駅。ありがとうございます。